ここからは日産キッズスポーツチャレンジ第3弾アイラブ横浜シリーズウォークラリー&フェス現役選手スペシャルトークショーをスタートさせてまいります。皆さん寒いけれども元気ですか？ありがとうございます。ちょっとね日も陰ってますけれども寒いですけれども、ここからは皆さんと共に楽しいトークをしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ今年2022年は横浜 F マリノスと横浜 DeNA ベイスターズがスポーツを通じて横浜の街を横浜の皆様の人生を彩りたいという思いを込めまして30周年記念コラボレーションアイラブ横浜シリーズを実施いたしました。まあ、お互いのファンサポーターさんがそれぞれのスタジアムでコラボユニを着て地元横浜のチームを応援するというまさにスポーツを通じてこの横浜の魅力を日本中に発信できたのではないでしょうか。ということでですね、ここから、現役選手スペシャルトークショーと題しまして横浜 F マリノスそして横浜 DeNA ベイスターズさんから皆さんよくご存知の現役選手をお招きして豪華トークショーを行ってまいりたいと思います。今日私はですね申し遅れましたけれども進行のお手伝いをさせていただきます。フリーアナウンサーの中願寺香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですねもう皆様にお願いがございます。もう嬉しかったら大きな拍手、もう楽しかったら大きな拍手、もうどんな時でも大きな拍手選手にバンバン送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあそれでは早速第1部のゲストこのお二方にご登場いただきましょう。まずは横浜 DeNA ベイスターズ背番号29キャッチャー伊藤光選手。ちょっとねまだうまくコラボレーションができてないね、はい、さあそして横浜 F マリノス背番号17フォワード宮市亮選手。こんにちは。はいこんにちは。さあということで、お二人ステージをお越しいただきました。改めまして大きな拍手をお送りください。はい、もうねお二人のファンの方がたくさんお集まりいただいておりますのでまずは一言ずつご挨拶いただけますか。伊藤選手からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、横浜 DeNA ベイスターズの伊藤光です。キャッチャーしてます。今日はちょっと寒いですけどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、横浜 F マリノス宮市亮です。今日はお寒い中、こんなにもたくさん集まっていただきありがとうございます。楽しいトークを伊藤選手と繰り広げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそれではもうお席の方にお座りいただきましてここからはねいろいろ伺っていきたいと思いますが伊藤選手マリンちゃんとマリノスケ君とハイタッチしたの初めてですか？はい、初めてです。あ、はい、どうでした？いやいつもスターマンばっかなんでいいかなっていう気持ちでしましたねえちょっと可愛いですよね。はい、はい、ありがとうございます。宮市選手はスターマンとハイタッチはしたことありますか？スターマンはないですねぜひ一度スターマンと、はい、今度は今日は本拠地に来てもらってるんで、次回は横浜スタジアムのハマスタにね。ハマスタで、はいまあ、そんなコラボも本当にねいいなというふうに思うんですが巷は今ちょっとお大丈夫マリちゃんマリちゃん元気おけがはおけがはおけが大丈夫優しいジェントルマンこういうのもこういうのもありますからねはい、こういうのも生の楽しみですよね。ですね。これ予定なかったですかねマリちゃんが大丈夫なら大丈夫なのよ。はい、ありがとうございます。さあ本当に今スポーツでねといえばやはり日本人もちょっと眠い目をこすりながら見てるかなっていうワールドカップ盛り上がってますけれどもお二人はご覧になってますか？僕はい、昨日3時50分に起きておしっかり4時間見ました。すごいしっかり見ましたよライブで、はい、宮市選手は僕はですねリハビリがありまして、朝が早いんですよ、もう寝不足じゃリハビリができないと、ということであまり見れてはおりないんですけどそれはねもう体が資本ですから ね、はい、でもリアルタイムで見るっていうのは、はい、相当お好きですね。いや好きですね、はい、どうでしたご覧になってて。いやなんかよくちょっと勝ったら奇跡とかっていう話になるじゃないですか、それ僕はちょっと失礼だなと思いながら、真剣に応援させてもらったんですけど、はい、いやでも感動しましたね。いや、はい、本当ですよね、もうすごい盛り上がりましたよね、はい、宮市選手は後からはご覧になったりしました日本戦。いやだからスペイン戦は本当に寝起きというか、朝7時に起きた時にヤフーニュースで分かったんだっていうのを知るっていうそんな感じだったんですけど、
いや本当すごいですね。ね、はい、本当やってくれました。皆さん見てますか？見てる人。すごい。ぜひあのベイスターズとマリノスの試合もね、あのこれぐらい見てほしいですね。はい。いつも見てますよね皆さん。あ、やっぱもっと手上がりましたね。そうですよ、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。ではもう皆さんもご覧になっていた今シーズンをちょっとねお二人に振り返っていただきたいなと思うんですけれども、えまずは伊藤選手、はい、今シーズンちょっとクライマックスシリーズまでね進んだんですが、はい、結果はちょっと一勝2敗という残念な結果になりましたが、はい、まあ、そのあたりも含めて今シーズン振り返っていかがですか？まあ、チームとしては、まあ、優勝できなかったんで僕らは、はい、どっちかというとそっちの悔しさが強い、まあ、ですけど、まあ、クライマックスも本拠地でできて、はい、なんとか日本一達成したかったんですけど、うん、まあ、敗退してしまって、うん、はい、まあ、本当に最終的にはやっぱ悔しいシーズンになってしまったなっていうのは一番ですね、はい、うん、はい、なんかご自身のリード面ではこうあのクライマックスシリーズ1勝したところでスタメンをされてね、はい、リードしてチーム引っ張りましたけれども、はい、そういうところ振り返っていかがですか？いや、まああの、まあ、知られてることなんですけど僕やっぱ怪我して前半戦、まあ、2ヶ月ぐらいちょっと離脱してしまったんで、まあ、そこから、出る試合は、まあ、どんな形でもいいんで、絶対なんか貢献してやろうっていう気持ちを常に持って、やってきて、まあ、その一つが、まあ、またシリーズだったので、あそこでなんとかこう初戦負けて、次の試合任されたんでやっぱ勝たないかなと思って、はい、まあ、全力でやった結果勝てたんで、はい、よかったんですけど、はい、ここからは次のシーズンにつながるクライマックスシリーズだった、はい、ということにしたいですよね。そうですね、やっぱ、うん、あれだけのファンの方に応援してもらってあの結果だったんで、まあ、これを来年につなげないと、まあ、意味なくなってしまうシーズンになってしまうと思うんで、はい、そこは意識してやりたいと思います。ありがとうございます、はい、本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。さあ、そして宮市選手は今シーズン横浜 F マリノスは優勝ということになりましたね。そうですね、本当に皆さんありがとうございます。いや、あの宮城選手もねちょっと怪我があってあの苦しいシーズンだったと思うんですけれども、ご自身でこのシーズンを振り返るといかがでしょうか？そうですね、やっぱ個人的には本当に山あり谷あり、日本代表に選出されたり、まあ、怪我をしてしまったり、まあ、そういうシーズンだったんですけれども、まあ、やっぱりチームとしてこう優勝できたっていうものも本当に何よりですし、まあ、本当にね最後の方やっぱりホームでちょっと苦戦したところはあったんですけれども、まあ、最終的に優勝ができて本当に良かったなっていうふうに思います、はい、本当ですよね。やっぱり優勝ってちょっと一味違うものなんでしょうか？いやー、まあ、ちょっと僕はあのすぐ泣いてしまうんですけれどもあんなにまた優勝して泣いてしまうこの嬉しい涙というか、こうやってきたことがもうでも本当一人一人の選手がいろんな思いを抱えながらシーズン戦ってきて、まあ、それが本当に報われてみんなで達成したっていうこの達成感が本当に良かったですね、はい、そうですよね。じゃあちょっとまたその感動を再びということで、ここで皆さんシャーレを宮市選手に掲げていただくっていうのはいかがでしょうか？いいですか？シャーレをねもう来シーズン始まっちゃうからもう本当ですね。もう来ましたシャーレが来ました。おー、じゃあちょっとご起立をいただきまして、おお、それではなんか重いなこれ、重いな、すごいね、え、声出せるのみんな、おおみたいな煽りできるんですかね。いいですかスタッフさん OK ですか？声マスクしてれば OK ですね。はい、じゃあ出していただいて結構ですのでよろしくお願いします。いきますよみんな。もうちょっとこの O で止まっといた方がいいですか？写真が撮れなかったということで。おお、シャーレもうちょっと前に、そうそう伊藤選手からアドバイスが出てあ、じゃあちょっと右の方向いていただけますか？はい、ありがとうございます。じゃあ今度左の方にお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にもう一回真ん中でこれで締めましょうかね。はい、皆さん3、2、1、はい、ありがとうございます。イエーイせっかくなので伊藤
選手にもぜひ。本当ですね、はい、いいですか。いやいや、チャーレの思いを、はい、チャーレの思いを感じていただきたいなと。先に、はい、もう感じますね、優勝、はい、そうですね、大シーズンに向けて、はい、ちょっと元気にチャーレを、はい、いいですよね、皆さん大丈夫ですか。あ、じゃあもう、はい、そうなんです。横浜一つですから、アイラブ横浜シリーズですから、はい、ちょっとねあるんですよ、おーって言ってから上げるっていうのがあるんで、ちょっとやってみますか。はい、じゃあ宮地選手リードお願いします。はい、いくよ、はい、おーあーせっかくなんで、あのフォトセッションもね。ちょっと待ってくださいね。じゃあ 今感想聞いてからね、どうですか。いや、これ結構ね、重たいですよ。はい、やっぱ重みあるな。あと、僕ずっとシャーレの裏側見てるんで、はい、これも大事にしておきます、ね、はい、なかなか見えない光景ですからね。じゃあ、また先ほどのように右側に向いていただいて、はい、やっぱり、ね、重いんですかね。人にアドバイスできるんですけど、もうちょっと前に倒していただけますか。そう、重いよね。はい、じゃあ左側お願いします。はい、はい、じゃあ真ん中お願いします。いや、これなかなか貴重ですからね、このシーンはなかなかないと思いますので。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ここに飾っていくと、風とか吹かないことをね、祈って、ね、改めてどうですか。ちなみにあの野球はこういうのあるんですか。で、野球も確かありますよ。優勝したことにちょっとあれなんですけど、他球団で優勝している写真見ると、はい、ペナントとこれを持ってるかな。あ、そうなんですね、すごいね。すごいですね。これ何が書いてあるんだと思いますか。なんかいろんなね、これさ名場面ですかね。サッカーシーンが書かれてて、はい、代々の、いや興味津々ですけれども、はい、ちょっとこれ後でまたゆっくり見ていただきます。ちょっともう一回お座りいただきまして、いや、前ね、すごいですよね。やっぱりこの重みも感じると、その優勝したんだなっていうことも感じて、でまたもう一回持ちたいなっていう思いにもなって頑張れるということがあると思うんですけれども、まあ、お二人はちょっとね、今シーズンもう一回振り返りますと、そのお怪我がちょっとあったかなっていう共通項があるかなと思うんですけれども、その怪我をされて、なんかこうご自身でこう取り組んでいくときに、こういうことを思って頑張ったんだみたいなことがあったら、ちょっとお一人ずつ教えていただけたら嬉しいなと思うんですけど、じゃあ宮地選手からいきますか。はい、そうですね、まあ、僕自身やっぱ個人的にこうプロになってから怪我で苦しまされているキャリアでして、まあ、今回あの日本代表戦で怪我をしてしまって、まあ、正直引退っていうことも考えたんですけれども、7月30日の鹿島戦でですね、サポーターの方が横断幕をかけてくださり、チームメイトがユニフォームを着て、待ってるぞというユニフォームを着てくださり、本当にあのいろんな人の思いであの支えられているなっていうのを改めて感じまして、まあ、本当にその人たちの思いですね、思いに応えたいっていうところで、まあ、あの今本当にリハビリで苦しいことがあってもやっぱりこう待ってくれている人たちがいるっていうことを思うとより頑張れるというか、本当に皆さんに感謝します。ありがとうございます。そんな思いで頑張ってらして、本当にあの優勝が決まったあの日、シャーレ持って結構小刻みにあの踏んでましたよね、ステップね。そうですね、まあ、もうあのリハビリの、まあ、何回も言ってるんですけど、リハビリの一環としてもあれぐらいの動きはしてるので、はい、もうあれ見た時にいけるんじゃないかって思いましたもんね、本当にね、はいはい、来季はあのしっかりあの今リハビリ頑張って、うん、またこのスタジアムのピッチの上で頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。伊藤選手はこういうことを思いながらっていうのはありましたか。はい、僕はそうですね、あの毎年同じような怪我をしてしまって離脱しているって時期がちょっと続いているので、まあ、本当に悔しいんですけど、プレー中にやってしまうので、まあ、そこは、まあ、やっぱ全力プレーの一環でなってしまうので、気をつけていても、まあ、怒ってしまったっていうのがまあ続いているので、まあ、なんとか改善したいんですけど、はい、まあ、過去の自分の大怪我が今年を取ってちょっと負担になってきているっていうのもまあ事実で、やっぱ苦しいんですよね。まあ、でも毎回こう怪我して、まあ、たくさんの方に、まあ、応援というか、まあ、待っているぞって声をかけていただいて、まあ、またこう頑張ろうって気持ちになりますし、まあ、怪我するのは良くないんですけど本当は、まあ、プレイヤーとしては、まあ、でも怪我をしてたくさんの方に、支えていただいてまた強くなれるっていうのも、まあ、怪我したからこそ、分かる、怪我した人にしか分からない
強みでもあると思うんで、やっぱりそこは大事にしたいなっていう気持ちは常にあって、まあ、だから普通にやってるというか、まあ、それが一番なんですけど、まあ、その選手よりは、気持ち的には、まあ、絶対折れないぞっていう強い信念みたいなのがあるんで、はい、そこは、まあ、負けないかなっていうのはあるんで、まあ、一番はやっぱり、また来シーズンですかね、もう本当に怪我してないことが本当に最大のテーマと毎年言ってて怪我してるんで本当に達成したいなっていうのはありますね。はい、はいはい、ありがとうございます、はい。まあ、そんな思いをね掲げていただきながらこのオフも過ごしていらっしゃいますが、やっぱりなんといってももう今日気になるのはお二人が着ていらっしゃるこのユニフォーム、今シーズンはもう史上初の野球とサッカーチームのコラボユニが話題になりましたけれども、お二人ご着用いただいてますけれども、着心地とかこのデザインとか感想っていうのはいかがですか？いや、着心地はもういいですよ。いいというか、もうデザインは、うん、まあ、僕ベイサーズなんですけど、はい、チームメイトもみんな結構好評で、はい、これは、まあ、後にまた別で着させていただいてホームゲームでやるっていうぐらいみんな評判良かったんで、うん、はい、結構好きですね、僕は。ね、そうですね、はい、あの成績も6月28日から30日ここ来ていただいて見事3連勝をしまして、はい、イベント初戦となった6月28日からは球団記録となる本拠地横浜スタジアムの17連勝を記録するというね。はい、ありましたね。はい、まあ、本当にマリノス様々です、はい、もう本当に力いただきました、ね。はい、もうコラボレーション、これがね本当横浜に同一地域に野球とサッカーがあるっていうね、これ嬉しいことだなというふうに思うんですが、宮地選手はいかがでしたか？いや本当に、まあ、デザインからもうデザイン、もうこのピンクがいいですよね。ピンクがあれ、これどこに入ってるんだろう、あのここクリーミーピンクがいいですよね。可愛いですね。はい、まあ、でもあの僕たちも多分調子良かったと思うんですよね。そう、お伝えしていいですか？いいですか、はい。6月25日このユニフォームを着て戦った柏レイソル戦は4対1、8月18日コンサドーレ札幌戦は0対0引き分け、そして9月10日アビスパ福岡とは1対0ということで、こちら2勝1分け負けなしでございます。いや素晴らしいですね。すごいですね。もしねあれば、まあ、今回30周年記念ということでコラボレーションさせていただいたので、このユニフォーム持ってる、あ、着てる人結構いますね。ちょっと見せちゃって、ね、皆さんも、はい、はい、いいですね。ピンク、やっぱピンクがいいですよね。差し色になってますよね。なんかやっぱ女性が好きそうな色合いじゃないですか。そうですね、それは僕らでも話になってましたけど。あ、本当に、はい、確かにね、なんかあるんですよね。はい、ちょっと普段も着れてる、あ、なんかマスコットみたいの持ってきてくれてますね。この作ったの、もしかして、あと買ったんですね。ありがとうございますもう皆さん楽しんでいらっしゃるということですけれどもね、まあ、そうやって本当成績も良かったんですけれども、野球とサッカーをねお二人はもうプロフェッショナル中のプロフェッショナルでいらっしゃいますが、最初どんなきっかけで始めたのかななんていうこともちょっとここからはお聞きしていけたらというふうに思うんですけれども、はい、そもそも伊藤選手野球始めたきっかけってどんなことがあるんですか？はい、いや僕はもう父親が高校球児だったので、はい、いずれ息子にはやらせるぞっていう思いがあったみたいで、うん、はい、僕は全然野球好きじゃなかったんです、当時は。え、なんてそうなの？好きじゃないとか興味、全然知らない感じだったんですけど、はい、まあ、グラウンドに野球チームに連れて行かされて始めたっていう感じです、はい。まあ、そこからどんどん好きになったんですけど、はい、最初からなんかこうポジションがあったりとかこれを目指したとかはあったんですか？あ、ポジションはそうですね、小学生の時は、ずっとピッチャーと、内野手、ショートをやってたんですけど、はい、そっか、っていう感じですね。はい、絶対キャッチャーに。キャッチャーはね、はい、中学校入ってから。そうなんですよ、まあ、ずっともうピッチャーでプロに行きたいって思って日々トレーニングしてたんですけどまあ、真逆というか、はい、キャッチャーでプロになると思わなかったですね。そうなんだ。じゃあ、はい、初めての時はちょっとみたいな、俺キャッチャーみたいな。いやもう思いましたよ一番やりたくなかったんであのキャッチャー道具って重たいし、あ、はい、痛いし、ボール痛いしね、はい、まあでもね、やっぱり頭脳的な部分でありますからね。いやそうですね、今となってはもう本当に、はい、やってよかったなと思います、はい、宮市選手はきっかけは何ですか？いや僕は大の野球好きです。逆にというか、めちゃくちゃ野球好きなんですよ。僕野球大好きで、幼稚園の卒業文集にも野球選手になりたいって書いてるぐらいだったんですけれど。じゃあ野球やってたんですか最初？父がずっと野球やってまして、そうです、その影響でずっと野球やりつつも、僕のこの地域の
あんまり野球チームがなくて、サッカーが盛んな地域だったんですよね。で、まあ父親は野球選手にさせたかったんですけど、まあ足腰を鍛える意味でサッカーやってみるかみたいな感じで始めたのが、まあハマってしまい、はい、サッカー選手になりました。そっか。どんなところが楽しかったんですか？そうですね、まあ、あの足が速かったんで、こうピッチを、ね、あの自由に駆け回れる感じが良かったですね。はい、なるほどね。はい、まあ、本当走る走るの宮市選手と伊藤選手は今がっちりね、こう守備の時で守るって感じですけれども、はい、キャッチャーをなんかサッカー選手のポジションで例えるとどこっていうのはあるんですか？キーパーですかね。ゴールキーパーですかね。どうですか宮市さん。いや、もうゴールキーパーだと思います、はい、最後の砦というか、うん、要というか。なるほどね、はい、宮市選手のこうフォワードのポジションっていうのはどういうことなんですか、野球でいう。そうですね、なんかショートっぽい感じしますけどね。どうですか。でもなんかフォワードそうですね、まあ、得点やっぱ絡むんで、うん、なんか一瞬4番なのかって思ったりしたんですけど、うん、野球でいうと、まあ、でもなんかなんとなく1番3番ショートって感じですね。あ、そこ打順も決まってる。なんとなく結構大事です。3番3番ショート宮市、いいですね。いいですね。あ、しっかりきましたね。しっかりきましたね。お父様も喜びますね。いいですね、喜びます。いいですね。はい、なんかちょっとそういうコールでね、あのちょっとやってみても面白いかもしれない。野球大会とかやってみても面白いかもしれないですね。もうぜひそんな機会があるなら、いやもうキャッチボールとかもぜひしていただきたいですよね。やりましょ う, しょう。ぜひお願いします。やりましょう。本当ね、いいですね。まあそうまあそんなこんなでお互い野球も好き、サッカーも好きということで、じゃシーズン中はちょっと見たりとかするんですか？ベイスターズ戦を見たり、マリノス戦を見たりっていうのは。そうですね、もう基本的にあのプロ野球全般、はい、もしかしたら J リーグより見てるかもしれないです。はい、そうですか。応援してるチームとかちなみにありますか、宮市さんは。僕はまだ、すいません、あのベイスターズなの、ね、阪神が大好きでした。そうなの。すいません、いやこれだけは隠せません。僕はもう大の虎党なんですよ。意外っすね。愛知だから。父は大阪で、はい、もうずっとちっちゃい頃から阪神ファンですね。はい、そうですね。関西のね、阪神ファンもね、すぐ熱狂的ですから、ね、はい、しょうがないですかね。いや、もうしょうがないと思います。ちなみにでも伊藤さん愛知県出身じゃないですか。愛知県出身。中日ですか。違うんですよ。いや、違うんですか。違うんよ。違うんですね。ちっちゃい頃お好きだったチームね。もちろんもちろん、ちっちゃい頃のね。どこよく名古屋ドームには行ってましたよ。行ってました。いや、よく行ってました。もうこれは、はい、対戦相手を見るために、まあ、オレンジのチームの、オレンジ、名古屋ドーム中日戦行ってましたね。めちゃくちゃ行ってました。それ G って感じですか。そうっすね。まあまあの G っすね。まあまあの G っすね。いや、もう本当に、僕も隠せないですね。結構行ってると思うんですけど、僕本当大のジャイアンツファンで、でした。過去ね、でしたよ。今はもう、今はもう入ってるチームにもめちゃくちゃ愛着あるんで、はい、今は、ね、別にファン隠せないですけどね、全然。そうですよね、はい、もう本当に、はい、全然もうベイスターズにもう血は青いんで、はい、よかった。そこはもうもちろんですよ、当たり前です。青い血流れる伊藤選手です。宮市選手は J リーグではどのチームが好きだったとか応援してたっていうのはあるんですか。まあ、やっぱ地元名古屋だったんで、グランパスの試合よく行ってましたけど、まあ、あの今はもうトリコロールの血が流れておりますので、はい、3色ですね。3色で負けましたよ。2色足りないですよ。いや負けるとかじゃないです。濃いですか。濃いですね、はいはい、いい血が流れてます。もう2人とも横浜に骨を埋めていただく覚悟でぜひお願いしたいと思いますけれどもね。え、そうですよ、はい。で、まあ、あのサッカーも、ね、お好きということで、伊藤選手は、はい、あの10月29日レッズ戦もご覧いただいてたんですよね、はい、実際スタジアムに、はい、ここで応援させていただきました、はい、ありがとうございます、はい、どうでした実際に見ると。いや、あれですね、僕結構サッカーもともと好きだったんで、まあ、でもここに初めて試合見に来たのは初めてなんですけど、うん、あの声出し応援 OK になってたじゃないですか。あれにも結構しびれて、いいなと思ってましたね。はい、しました声。僕ですか。エリアがちょっと違った。僕、はい、ちょっと違うところで、あの他にも選手、7、8人ぐらいかな、一緒に行こうよって話になって、
言ってたんですけど、一番僕が声出してました、はい、これはねもう一応山崎康明とか、はい、今度来るんですけど、はいろいろ話してたんですけど、一番僕が声出してました、ね、そうなんです、はい、これは間違いなく僕です。出ちゃいますね。僕だけ立ち上がってこうやってやってたんで、すごいやってました。おかげさまで鑑賞させていただきましたね。いや本当にすごいですね。ありがとうございます。3-0かなって予想してたんですけど、4-1でしたね。超えてくれました、ね、予想までもして、まあ、そういうのもね楽しいですからね、はい、そうですよね。宮市選手は、こうやってね、はい、やっぱり応援していただいてる、こうやって大きなね声を出して応援していただくって、はい、すごいやっぱりこのスタジアムで、ね、はい、めちゃくちゃ力になるじゃないですか、はい、サポーターのパワーっていうのはどういうふうに感じてますか？いやー多分初めての声出し応援が広島戦だったと思うんですけど、やっぱ選手もこうなんていうんですかね、ウォーミングアップ始まる前からもう下で聞こえるんですよ声が。もうみんな鳥肌立って、鳥肌の見せ合いしてましたから鳥肌立ってるって言って、まあでもそれぐらい本当にパワーをもらえますし、まあ、やっぱサポーターの方もねやっぱ声を出したくてこうスタジアムに来ている分、こう今まで悶々とした気持ちを、まあ、こう声出しが解禁になったことで、あのよりね、なんていうんですかね、日頃の分だったりこのチームを応援する気持ちだったりとの声に乗せてね、あのできるので、まあ本当に来シーズンもっともっとこう緩和されて、またあのピッチの選手たちに声を届けてほしいなと思いますね。本当ですね、はい、みんなで頑張っていきましょうね。さあそしてハマスタのパワーもやっぱりすごいと思うんですけど、そういうファンの皆さんの力ってどう感じていらっしゃいますか？いやもう本当にいつも背中を押していただいて、はい、あのまだ多分声出してダメなんと思うんですよ、はい、まあ、でもやっぱりあの温かい拍手っていうんですかね、あれはもう本当選手に届いていて、あのやっぱ声出したくても出せないっていう我慢をしていただきながら選手を押していただいてるっていうパワーをすごく感じるんで、もう本当に感謝してますね、はい、本当にスポーターの皆さんの応援が力になっていますよね、はい、はい、ありがとうございます。で皆さんが大好きな応援しているお二人のプライベートもやっぱりちょっと気になるんじゃないかなと思うので、ここからはちょっとプライベートなお話も入らせていただきたいと思うんですが、はい、もうみんなもね、そうだよって思いますが、お二人はもうイケメン枠で、はい、登録もさせていただいております。そうなんですね、ありがとうございます。すいません、なんかもう33なんですけど。いやそうじゃないですか、めっちゃかっこいいですもんね。で伊藤選手に関しては私色も白くて、スポーツ選手すごいなとか思うんですけどね、焼けないんですよね。あ、焼けない、はい、僕そうなんですか。僕も悩みで、これは昔から夏場になると体調悪そうって言われるんですよ本当に焼けないんで、はい、でしかもあのスタジアム屋外なんで絶対焼けるはずなんですけど、みんなも焼けるんで僕ずっと白いままなんですよ。これ悩みなんですよね本当体調悪そうで、なんか防具はカバーしてるみたいな、そんなことはない。いやいや全然ない、全然ないです。僕関係なくて開いてますもんね、本当に焼けないです。こうやってなっちゃったそれすごい面白いですけどね、なったら確かに焼けないですよ。そっか、まあね、はい、白すぎちゃうのかもしれないですね、はい、赤くなって収まるタイプかもしれませんが、まあ、お二人は、まあ、今ちょっと私突っ込んでしまいました。なんかこうイケメン枠かっこいいなっていうのがあるんですけども、なんかこう、まあ、自分のスタイルとか美学とか一番こだわってる部分とかなんかありますか？こだわり？かっこいいっていうか、なんかこう美学的な、男の美学でもなんかセンスでもいいか。何ですか？あります？考えてない。いや、はい、なんかイケメンって今日初めて言われたんで。あ、マジで？なんだろう。え、例えば伊藤選手スニーカーがすごいお好きということで、あ、はいはい、なんかそういうところからおしゃれ入っていくみたいなとか。そうですね、やっぱおしゃれは足元からっていう、はい、ありますけどね、はい、まあ、こだわってる、まあ、スニーカー、まあ、好きなだけなんですけどね。どんな感じで好きで、はい、どんな風に集めてたりとか。いや、もともとは純粋に好きで買って集めてたんですよ、はい、でもなんかある日からスニーカーにも価値あるよって話になったりとか、はいはい、こういう風になってきて、で、まあ、抽選しないと当たらないやつがあったりとか、はい、であっても買えないやつとかあったりするんで、そういうのに興味がどんどん湧いていって、まあ、気づけば100足ぐらいあるっていう、まあ、多いとか分かんないですよね、でもっと上がいるんで。そうなんですか、はい、スニーカーは好きなんですね。スニーカーは好きなんですよ、それをどうしてんですか、飾ってるんですか。これが結構話してるんですけど、はい、履く用と飾る用ってあるんですよ。そうなんですね、ある、買うとき決めて飾るんですね。飾る用、やっぱなかなか当たらないやつとかは飾るよ。で自分の部屋にちゃんとクリアケースを買って靴を並べて
自己満なんですけど、これは。いやいや、なんかそういうとこキャッチャーっぽいですね。キャッチャーっぽいんかな、はい、人に。そうなの。そう、なんかこうかな、キャッチャーっぽい、なんかこう緻密な感じしません？ね、そうなんです、はい、まあでも、はい、白羊はもうガンガン入ってますけど、はい、宮市選手はそれ収集してるところあるんですか？収集癖は全然なくてですね、うん、特に面白い話題もないんですけれども筋トレがね、もうやっぱり、いや、もう今あのリハビリしていて、あのもう体にいいことを探し求めている、はい、感じですね、はい、なんか最近これは良かったっていう体にいいことあります？水素をあの吸ってまして、術後から、はい、それが効いてるんじゃないかっていう説もありながらも、まあ、ただいろんなことをやりすぎて、もうこれどれがいいんだろうみたいな、はい、ちょっとこうそういうところあるんですけど、まあ、だからもう健康オタクになってます今は、はい、なんかそれででも体調がやっぱり良くなったり、リハビリの回復も早かったりっていうのを実感されているんですね。そうですね、もうあの僕はこの膝の怪我はもう過去に2度してるんですけども、うん、もう進行速度というかこうリハビリの回復速度がもう全然違いまして、はい、もう2ヶ月前倒しぐらいで今進んでるので、ちょっと僕も驚いてます。はい、めちゃくちゃ早いですね、2ヶ月。そうです ね、 いいっすね。もし、まあ、もう怪我しないけど、はい、万が一その時は宮市選手にアドバイスを。いや、もう怪我しないためにやろうかなそうそう、要は紹介してもらおうかな、ね、何かあの健康してることだったらぜひ教えてください。確かに、はい、で僕は、ね、炭酸なんですよ。お、炭酸、炭酸風呂、炭酸のシャワーを家に、つけまして、機械を。あ、そうなんですね。月1でガスボンベを運んでくれて、業者にやってもらってっていうのはやってますね。そういう疲労回復を求めて、はあ、いいですね、はい、まあ、やってますね。いいですね、いいですね、それおすすめですよ。おすすめですね、いいこと聞きましたけど、はい、いやでも宮地選手、肌がね、本当いつも綺麗だなと思ってて、やっぱそういうおかげもあるのかなとかちょっと思ったりして全然そんなことないです、はい。でもお二人はあのこの間実はあのもうね、インスタにも上がってたけれども、栗原さんとマリノスの、ベイスターズの山崎さんと4人で楽しそうな飲み会っていうんですか、何ですか、あれは何会が開かれたんですか。飲み会、食事会、食事会、食事会、ご飯食べようってやつ、ね、もうノンアルコールですから、ね、あ、ノンアルコールね、さすがアスリートですけれども、はい、第1回栗原会みたいな感じなんですか。もともと伊藤さんとはですね、共通の知り合いがいまして、あの LINE で連絡は取り合っていたんですけれども、まあ、お互いコロナのこう感染対策でなかなか会えない時間もあって、ようやくこの間あの栗原さんが間取り持っていただいて、はい、あの、はい、まあ、あの伊藤さんからも食事どうですかって話を聞いてお願いしますみたいな感じで、はい、行こう行こうですね、はい、伊藤さんがもともと栗原さんと交流があった。僕はそうです、はい、ゆうぞうさん、まあ、ゆうぞうさんって言わせてもらったんですけど、はい、ゆうぞうさんともともと何度もご飯行かせていただいて、はい、そうですか。そうなんですよ。4人集まるとどんなお話がちらっと出てもいましたけれども、どんな話してたんですか。いや、もう僕のあのミーハー心がもうめちゃめちゃ出てしまって、はい、もう野球のこと聞きまくりで、もうと鬱陶しかったかもしれないですけどいや、もうそれがね、楽しかったんですよ、はい、めちゃくちゃ好きじゃんと思って、はい、いや、もう貴重なお話をこうどうやって打つのってすごい細かく聞いてましたよね。いや、そうそうそう、やっぱり気になりますよね、やっぱりね、はい。あの後バッティングセンター行っちゃったりとかしました。いや、もうひたすら素振りですね素振りそっか。また次回開催されそうですか。いや、開催したいっすよね、うん、そうですね、はい、まあ、やっぱこうやって忙しいんで、うん、この時期リハビリもあるし、やっぱ直してもらうのが一番なんで、はい、まあ年末ね、僕はあの愛知で、ね、はい、地元一緒なんでね、そうね、年末行こうかって話はしてるんですけど、はい、あ、愛知で行けたらな、愛知で、はい、なるほどね、まあ、その時はまた楽しい時間になるんだろうなと思いますが、お二人食べ物で好きなものとか、なんかこう、そうです、好きな食べ物ちょっとこれお子さん、今ちょっと自分で食べ物好きな食べ物、うん、なんだろう、お子さんもいらっしゃるんで、こんなの食べたらいいよとかね、ちっちゃい時からねとかね。でも最近は結構ね、魚好きなんですよ。肉も好きなんですけど、やっぱ肉一番好きなんですけど、魚は結構超えてきてるぐらい好きで、はい、あ、そうなんですね。なんとなく体にいいかなっていう、いいタンパク取れるかなっていう大事ですよね、大事だよ、はい、どうやって食べるんですか、魚。魚ですか、焼いて、はい、焼き芋、普通の刺身も含め好きなんですよ。ご自身でも料理されたり。料理はですね、料理と言えるか分かんないぐらいのレベルですけどやってます。たまーにですよ、たまーに、はい、自慢できるほどないですね、はい、今度アップしてくださいよ。
いやー、部下まず包丁使わずにハサミ使ってる時点で突っ込まれそうなんですけど。いい、合理的、合理的。ハサミ使ってるんですか。いや、怪我しないようにな。なるほど、なるほど。あー、なるほどですね。もう手が命ですもんね。そうそうそう。かも、ちょっと高いですけど、もう刻んである食材とかちょっとやったりとか、はい、で料理って言えんのかなっていうレベルではたまにやってます。あるある、工夫をしてちゃんとやってるっていうことは素晴らしい。宮内選手はあの足なんで割と手は大丈夫かもしれませんが。そうですね。どうですか、やってますか。まあ料理はあれですけど、あのあ、すみません、好きな食べ物でしたあ、そうそう、好きな食べ物を考えて、ありがとうございます。好きな食べ物の歯ごたえがいい食材が好きで、海ぶどうとか、あのマリノスファンの方が出してると思うんですけど、海ぶどう好きなんですよ。砂肝とか、はい、プチプチ、コリコリ、コリコリ、あの歯ごたえがいいもの好きですね。はい、食べてるって感じがする。食べてる、なんかいいですねいいんですよね、あの歯ごたえが。そうなんだ、はい、なんかあとほら最近インスタで、そのインスタとかなんかいろいろね、噛んだ音が咀嚼音とかがすごく流行ってるじゃないですか、はい、あ、そうなんですね。シャリシャリとか、そういう無味ぶどう噛んでる音とか。あ、そうなんですね。あ、そういうのじゃ あんまり興味ない。そうですね、咀嚼音よりもあの歯ごたえですね今でも海ぶどうとか砂肝も好きですけど、なかなかこうレギュラーでは食べられない感じじゃないですか。そんなことないんですか。取り寄せたりしてるんですか。いや、あのコンビニで砂肝売ってるんで、あの低脂質高タンパクですので、はい、はい、おすすめ、おすすめです、ぜひ。そうですか、はい、鉄分も多いのでね。そうですね、はい、いいですね、いいですね、いいと思います。じゃあ続いてのお料理はどうなんですか。お料理ですかお料理は僕に聞いたらもうダメですね、もうはい、ダメですね、お粗末なもんなんで、もう申し訳ないですね、はい、でノーコメントで、はい、もうぶち込み鍋しかできないです、はい、まあ一番いいですけどね。いや、一番鍋はいいですよね。でもこの時期も本当にね、こう寒くなってきて野菜も取れるし、お肉お魚も最高だと思います。そうですね、ぶち込んどけばいいんで、はい、ぶち込んどけばいいです。お腹入れば一緒ですから、ね、そうですで、せっかく食べ物の話になったんで、まあ、あの言える範囲でいいんですけれども、この横浜とかおすすめのお店、レストランとかカフェとか、ちょっとこんなスポット好きなんてとこがあったら教えていただけたら嬉しいなーなんて。いや、僕はね、うん、皆さんの後方に見えますあのスマイルテーブルっていうものが僕らのこう憩いの場というか、昼食はいつもあそこで取っておったんですけれども、今シーズン閉業ということで、はい、ちょっと寂しいですね。スマイルテーブルね、はい、スマイルテーブル本当に美味しいんだけど、はい、はい、な感じですかね。じゃあまだ閉まるまではみんな行ってね。そうですね、まだやってるんですかね。やってるのかな。あ、どうなのかな。あ、もうやってないんだ。もうやってない。でも、あ、残念。残念ですね。じゃあ思い出の場所として。そうです、ありがとう、はい、伊藤選手はおすすめの場所ありますか。おすすめの場所ですか、うん、なんだ。この間行ったとこめっちゃ美味しかったですよね。最後あのこの間食事行った。あれ美味しかった、ね、美味しかった、ね、あれ美味しかった、はい、言っていいの。あれですね、はい、あれですね、はい、いや全然いいですよ。あの単しゃぶなんですけど。え、単しゃぶだよね。単しゃぶ、単しゃぶ、はい、牛タンのしゃぶしゃぶのお店なんですけど、はい、ひかるさんがあの、はい、その何ですか、予約してくれて、はい、はい、行ったとこですよね。そうそう、予約しました。あれ美味しかったね。めっちゃめっちゃ美味しかったです。で、何でしょうか。そう、おすすめの場所ですね。あ、おすすめの場所、ね、はい、そうそうそう、たくさんあるんですけど、はい、まあ、ベイスターズはあの目玉チャーハンっていうのがめちゃくちゃ人気な。ハマスタで、ハマスタでも売ってるんじゃないですか、確か、はい、で、はい、昔の選手歴代でずっと目玉チャーハンは語り継がれてる、まあ、受け継がれてるんですね、はい、ので一回食べてみてほしいですね。あ、本当ですね、はい。目玉焼きが乗ってんすか。そう、目玉焼き乗ってるだけって言ったりとしてそれがね、また美味しい。あ、美味しいよ、 そうですね、それが、はい、なるほど。で、僕はその目玉チャーハンってやつ名物なんですけど、はい、僕は目玉ナポリタンっていうのが好きで、そう、ナポリタンの上に目玉乗ってるんですいや、それが美味しいんですよ。目玉乗しておきましょう、はい、ちょっと半熟なのかもしれないね。そう、はい、あれがうまいんですよ、おすすめいただいてありがとうございます、はい、ぜひあのお互い、マリノスの人はハマスター、ベイスターズファンの人はこちら、なかったんですけど、思い出の地を眺めていただければというふうに思っております。さあ、ということで、まあ、いろいろお話を伺ってきたんですけれども、ここで日産キッズスポーツチャレンジにご応募いただいたお子様からいくつか質問をいただいているので、ちょっとそちらにもお答えでいただけたら嬉しいなと思いますので、はいはい、よろしいでしょうか。はい、まずはですね、光選手、はい、サンタさんが来るとしたら
どんなプレゼントが欲しいですか？かわいい、ね、質問がかわいいな、ね、聞きたい聞きたいですね。僕はもう日産の GTR ですね。あサンタさんお願いします。俺もお願いします。日産のお偉いさんお願いします。もう日産めちゃくちゃ見えてるんで見えてるんでお願いします。煙突通るかなどうかな。通らなくていいですよ。はい、もうボンと置いてくれたら、はい、それでいいんで、はい、じゃあお願いします。サンタさんお願いします。はい、送るわね。行くかなどうかな。はい、続いて、伊藤選手、仲のいいベイスターズの選手は誰ですか、はい、っていう。仲結構みんないいですからね。なんか誰って決めれないんですけど結構出しますね。まず宮崎さん、はい、まあ、よくご飯行くんで一緒に。ご飯仲間、はい、宮崎さん、はい、で僕らあるんですよ、ゴルフ部、ベイスターズゴルフ部っていうのがあって、はいはい、結構この時期オフになるとゴルフ結構みんなでまとまっていこうっていう首が、はい、なんか会があるんですよ。会があるんですね、はい、それで12、3人とかいるんで、はい、大体3組ぐらい4人で組めるかなと、3、4組ぐらい、なんで結構そのいろんなジャンルで仲いいっていう感じですね。なるほど。ちなみにゴルフは誰が一番上手いんですか？はい、まあ、僕と言いたいとこなんですけど、あ、違う、あの三島和樹っていうピッチャーがいるんですけど、はいはい、ちょうど背番号17番の、はい、リョウと一緒なんですけど、そうはい、が上手いんですよね。そうなんだ、はい、ちなみにスコアがどのぐらいで、伊藤選手もどのぐらいで負けられない的な感じなんですか？あ、スコアはね、あれなんですよね、はい、あんま変わんないんですよ。おまあ、大体80台なんですけど。そんなんでもあるんですか？大体すごいですね。最近調子いいんですよね。トレーニング効いてんのかな。野球しろよって話なんですけど、多いですね。まあ、でも、はい、ゴルフもトレーニングとか野球の一環でも共通の部分もありますし、うん、ね、軸を使う、はい、まあ、なんかそうなんですね。大体でもゴルフ部にいるメンバーは100は切ってます。あ、すごい、みんな楽しい、はい、大体80か、まあ三島だで70何本とかもあるんで、はい、すごいですね。大体70後半から、うん、90代の集まりです。なるほど、はい、レベルが高いですね、そこもね。高いですね。ちなみにやるんですか、宮市さん。僕なんでもう160ぐらいですから、はい、もうボール投げてますよ。すげえ、ボール投げた方がスコアいいんちゃうかぐらいあれあれで蹴った方がいいんじゃない。蹴った方がいいんだけど、蹴った方がいいですね。あるあるですね。いや、もうゴルフの方に失礼ない、すいません、はい、申し訳ないです。投げてないですよ、投げてないですけど投げた方がいいんちゃうかって話です。イメージね、イメージはもう、はい、どんか飛んでっちゃうんで、はい、そうです。いやいやいや、頑張ってね、はい、じゃあ続いて宮市選手に質問いただいています、はい、宮市選手は自分よりも足の速いと思う選手は誰ですか？ちなみに宮市選手はどのぐらいで 50m がいいのかな、分かりやすいのか、走るんですか？50m でいうと5秒台だと思うんですけど、はい、まあ、5秒台っていうとこの陸上選手がね、ええ、こう自己選手のトップの人が5秒台なんで、はい、まあ、あまりなんか言えない、いろんなこと言えないんですけれども、まあ、ちょっとなんか今足は速いと思います、はい、もうそれが武器なんで、うんうんうん、はい、速いですからね、プレーが、ね、自信を持っています。僕は足が速いです、はい、実際速いですからね。速いです、本当に速いです。じゃあ誰もいない一番速い、まあ、僕より速い選手をまだ見たことがないですね、はい、まあ、みんな速いなって思う選手はいますけど、うん、そうですね、数値的にこう僕らはこう練習中にこう GPS というものをつけて最高速度とか測ったりするんですけど、僕はドイツ時代に38キロっていう記録を出し、記録というかこれ記録がありまして、はい、もうそろそろ原付より速いんじゃないかって、はい、まあ、だから本当にこのリハビリを経て38キロ更新、はい、40キロを目指したいと思います。ぜひ、はい、じゃあ浜の GTR 第2号になりそうですね。おお、そうですね、GTR 来るんじゃないですか余計言っとくんじゃないですか言っとくもんですね、お願いしますさあ、そしてお子さんから、キッズからまた質問してますからね。宮市選手、どうしてそんなに歌がうまいんですか？歌がうまいわけないです。歌っていただいてるんです。いやもう王じゃないですよ。ちょっとあの今日はの僕もちょっと歌いすぎてね、はい、もうやっぱ来シーズンなの、また、はい、優勝かかった試合でシャーレをのちゃんと、シャーレのちゃんとっていうのがあるんですよ。どうなんでしたっけ？知ってます。あ、本当ですか？知ってますよ。はい、もうまた来シーズンのこう優勝かかった時に取っておきたいと思います。はい、あまりもう出しすぎてもあれなんで。はい、どうしてでも上手いんですかっていうことは、どうして上手いんですか、はい、でもね、歌うことは好きでして、昔からこの音楽の時間でこう歌のテストとかあったんですよ、
あの基本的に授業は聞いてないんですけど、歌のテストだけは張り切ってましたね。そうなんだ。そんな感じでした。なるほど、はい、じゃあもうちょっとね、お時間の方が来てしまったんですが、最後にじゃあテンションが上がる曲、ご試合前に聴くと曲とかがあれば、お二人からちょっと1曲ずつ教えていただいて。ああそっか、ミエツェンさんあんな曲聴いて頑張ってるんだな。そうですね、僕あのゴールパフォーマンスで僕あのWWE プロレスラーのジョン・シーナっていう選手が好きでして、はい、ジョン・シーナがこう You can't see me っていうこういうポーズをするんですよ、うんうん、で彼のこの登場曲が The Time is Now っていう曲なんですけれども、それを聴いてあの試合前によく聴いてますね、はい、そうか、登場曲を聴いてます。なるほど、もうその前から聴いてるわけですね、はい、そうです、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、伊藤選手。僕はですね、まあ、元々 K-POP が好きで、ずっと BTS とか結構聴いてたんですけど、最近なぜか洋楽にハマってしまって、はい、あのあれなんですよ、あれなんですよ、じゃない、あのトップガン映画のトップガンマーベル、はい、見に行って、あれで使われてるサウンドトラックっていうんですかね、はい、めっちゃ気に入っちゃって、もうずっとそればっか聴いてます。まあでもですね、トレーニングしてる時も車の中でも、まああの試合行く時でもそうなんですけど、ずっと聴いてて、はい、なんかハマっちゃったんですよ。へー、あのマーヴェリックっていうかトム・クルーズになった気分で。そうですね、あのうちオースティンっているんですけど、はい、トム・クルーズめっちゃ似てるんですよ。あ、そうなんですか。いや、めっちゃ似てるって言い過ぎかな。あいつ自分で言ってるんで。あ、自分で、はい、自称ってやつですね。そうそう、はい、でその前で流すとなんか乗ってくれて面白いなとか話しながら、はい、なんかハマっちゃったんですよ。ちょっと来年の登場曲はまたちょっと違っちゃったり。いや、登場曲はね、変えないんですよ。変えない、あそこは変えない。登場曲は一緒なんですよ。そこは変えないんで。わかりました、はいはい、ありがとうございます。さあ、ということで本当にね、もうお時間の方があっという間に過ぎてしまいまして、もう皆さんとね、お別れの時間が近づいてきてしまいました。日産キッズスポーツチャレンジ第3弾アイラブ横浜シリーズウォークラリー&フェス現役選手スペシャルトークショー、質問コーナーも含めまして以上とさせていただきたいと思います。皆様いかがでしたか。楽しかったですね。ありがとうございます。さあ、それではですね、最後にちょっとご起立をいただきまして、皆様に一言ずつメッセージを頂戴できたらと思います。それでは伊藤選手からお願いいたします。はい、はい、何でしょうか。皆さんにメッセージですね、最後のご挨拶をお願いします。はい、最後、今日はありがとうございました。来シーズンは、怪我をまずせずにやっぱやることが一番だと思ってますし、怪我せず1年間やりきれば、何か結果がついてくると思ってる、そういう自信もありますので、しっかり、今からやっていきたいと思います。来年も、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では宮内選手お願いいたします。はい、今日はお集まりいただきありがとうございます。まあ、来シーズンチームとしては連覇もかかってきますし、連覇に向けて、頑張りたいと思いますし、自分は今あのリハビリに励んでいて、来シーズン皆さんの前で、過去一の宮市を見せられるように頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではここでフォトセッションを行いたいと思います。ケンズキ兄ちゃん、ケンズキ兄ちゃん、ありがとうございます。はい、作ってきてくれてたの、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ポジションですね、どこにこうお立ちになったらいいですかね。お二人真ん中、シャーレオは入れます。シャーレオ挟んで真ん中、はい、椅子ははけた方がいいですかね。はい、いいですよ、もうスタッフがやりますので大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。以上をもちましてフォトセッションは終了とさせていただきます。さあ、お二人、なんとですね、今私日産の方から朗報をいただきました。GTR、はい、サンタさんに欲しいってお願いしましたよね、はいはい、なんと日産さんから GTR が届きました。 GTR? GTR?
ジニアいや嬉しいですね嬉しいです嬉しいです欲しかったでしょ欲しかった欲しかっためちゃめちゃ欲しかった、ちょっとごめんなさい私からではなりますけれどもやったお二方にわーサンタさんありがとうございますゲッツジニアゲッツすげえはいじゃあ大事にしていただいて、はい、来シーズン頑張ってください、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、宮市亮選手伊藤光選手でした大きな拍手でお送りくださいありがとうございます皆様どうもありがとうございました以上をもちまして日産キッズスポーツチャレンジ第3弾アイラブ横浜シリーズウォークラリー&フェス現役選手スペシャルトークショー、以上で第1部が終了となりましたこの後3時30分から第2部も開催予定となっておりますのでどうぞ皆様お時間になりましたらお集まりくださいお楽しみにキッチンカーもねあるのでそちらでもどんどんお召し上がりください以上進行役は中南寺香里でしたありがとうございました